このセッションでは NEXT CLOUD と Amazon FSX for NetApp ONTAP で実現するファイルサーバーについてご紹介いたします。私は NetApp 合同会社プロフェッショナルサービス本部の藤田と申します。よろしくお願いいたします。アジェンダはこのようになっております。まずオンラインストレージと NEXT CLOUD についてご説明します。まずはじめにオンラインストレージの概要についてご紹介します。オンラインストレージについてはすでにお使いの方もいらっしゃると思いますが、インターネットを介したファイルストレージ、ファイル共有サービス、社内からのアクセスに加え、自宅や外出先等、インターネットを介してどこからでもアクセスが可能なストレージとなっています。大きく2つのタイプが存在します。IaaS 型と SaaS 型となります。IaaS 型はインストールしてサービスを提供するタイプということで、該当の機能を持つ製品をオンプレミスやクラウドの OS へ直接インストールしてサービスを使用するものです。SaaS 型はサービスとして提供するタイプということで、サービスとして提供する会社さんと契約して使用するものとなっています。こちらは従来のファイルサーバーとオンラインストレージとの違いについてまとめたものとなっています。必要な費用、運用管理、バックアップ、利用場所、複数拠点という5つの切り口で記載をしております。必要な費用については、オンラインストレージは毎月のサービス費用が必要ではありますが、サーバー購入等の初期費用が不要となります。ファイルサーバーについては、サーバー購入及び構築コストという初期費用全般が必要となると同時に、毎月のリース費用やまたは減価償却が必要となります。運用管理については、オンラインストレージの場合、クラウド側が実施しますので不要となっています。ファイルサーバーについては、計画時、異常時等の停止時の対応や定期的なアップグレードの検討と実施が必要となります。バックアップについてはオンラインストレージはクラウド側が実施するため不要となります。ファイルサーバーについては空き容量管理や障害を想定した適切な管理が必要となっています。利用場所についてはオンラインストレージの場合、インターネット経由でどこでも利用可能となっています。ファイルサーバーについては社内のみとなります。複数拠点についてはオンラインストレージの場合、一元管理が可能となります。一方でファイルサーバーは拠点ごとに管理する必要があります。NEXT CLOUD とはオンラインストレージのサービスを提供する OSS 製品であり、様々な特徴を持っています。ファイル共有として、ユーザーグループ間やアカウントを持たないユーザーとの共有機能であったり、ファイル同期として専用アプリケーションを提供しており、このアプリケーションにより PC 端末と NEXT CLOUD 間でファイルの同期をすることができます。また、Active Directory や LDAP 連携をすることも可能です。外部ストレージ連携として SIFS ファイルサーバーや S3 互換のオブジェクトストレージ等と連携が可能となっています。今回ご紹介する Amazon FSX for NetApp ONTAP との連携も外部ストレージ連携の機能を行うものです。監査ログについても、アカウントログごとのログインやファイル操作のログを取得することができます。ファイルアクセス制限については、様々なルールを設定し、ファイルアクセス制限を設定をすることが可能となっています。ファイル編集については、ファイルをダウンロードせず、オンラインで数人の共同編集が可能です。また、実績についても、日本国内の豊富な実績がすでにあります。アプリについては、スマートフォンアプリが無料で使用可能となっています。バージョン管理機能も持っており、ファイルの世代管理が可能となっています。NEXT CLOUD では、デモサイトを提供しており、このデモサイトを使って、実際の画面を使った操作を試してみることが可能となっています。試し方が2通り提供されており、インスタントトライアルと、ロングタームトライアルフォーエンタープライズユースの2種類ございます。
インスタントトライアルの方はクリックしてすぐに試すことができます。ただし試す期間が60分間限定となっています。ロングタームトライアル for Enterprise Use の方は申し込みフォームへ英語で記載が必要ですが、長期間試すことができます。 NEXT Cloud のアーキテクチャについてご紹介します。NEXT Cloud はユーザー数に応じた柔軟な構成が可能となっております。大きく分けると3つのコンポーネントを NEXT Cloud は使用しています。まず NEXT Cloud 自身のアプリケーションが稼働するウェブサーバー、次にリポジトリのための DB サーバー、最後にファイル保管先のストレージの3つのコンポーネントがございます。これらのコンポーネントを分散することでパフォーマンスの向上を図ることが可能です。サーバーとストレージが一つずつの小規模構成から使用を始めることができますし、ユーザー数が増えてきたら構成をスケールアウトすることで1万ユーザー以上の使用の大規模構成にも構成を拡張することができます。このように NEXT Cloud をクラウド上で使用することでユーザー数に応じた柔軟な構成の拡張が可能となっています。ここからは Amazon FSx for NetApp ONTAP についてご紹介していきます。 Amazon FSx for NetApp ONTAP の構造についてご紹介します。3層の構造で構成されており、まずストレージ仮想マシンはクライアントへのアクセスを提供するものでボリュームと紐づいています。ボリュームはファイルを格納する器であり、ファイルシステムから切り出されます。ファイルシステムは性能重視のパフォーマンスティア、これは SSD をベースとして構成されているものと、コスト重視のキャパシティプールティアから構成されております。Amazon FSx for NetApp ONTAP への移行方法についてご紹介します。NetApp は移行のソースに応じて各種ツールやソリューションを提供しており、様々なソースから Amazon FSx for NetApp ONTAP への移行が可能となっております。また、優勝にて、ネットアップの各種ソリューションによる移行も可能となっています。移行のソースに応じて、ネットアップスナップミラーや、ネットアップクラウドシンク、または OS の機能による移行など、様々なツールを使った移行をご支援させていただくことが可能です。Amazon FSx for NetApp ONTAP の作成方法については、アカウント作成、ファイルシステム作成、OS からマウントというわずか3つのステップで作成し使用することができます。ここからは構築の流れについてご紹介していきます。 NEXT Cloud の環境は Linux の一般的な知識と経験があれば、必要最低限の機能を持つ NEXT Cloud のサーバーを 2、3 日で構築することができます。作業は大きく3つございます。まず AWS 関連については、アカウント作成、EC2 インスタンスを Linux で作成、次に Elastic IP、固定 IP を作成する必要があります。Amazon FSx for NetApp ONTAP については、ファイルシステムの作成とボリュームの作成があります。NEXT Cloud 自身については、EC2 インスタンスで Vim や Apt 等で各ミドルウェアを導入し、設定する必要があります。ミドルウェアとしては DB 系、Web 系、PHP 系とございます。設定した後に管理画面へログインし、ファイル保存先に Amazon FSx for NetApp ONTAP のファイルシステムを追加します。これは SIFS または NFS を設定することができます。今回は Linux から Amazon FSx for NetApp ONTAP へNFS マウントした先を NEXT Cloud がアクセスする構成としています。まず AWS 関連の作業ということで EC2 インスタンスを作成します。インスタンスタイプは今回 T2 ミディアムとしていますが、無料利用枠をお持ちであれば、利用枠の範囲で利用できるタイプを選択してもいいですし、または必要ユーザーから見積もったインスタンスのタイプを選択することも可能です。
次に、Next Cloud の接続先となる Elastic IP、固定 IP を作成し、作成したインスタンスへ割り当てます。次に、Amazon FSx for NetApp ONTAP の作成をします。まず、ファイルシステムを作成し、作成したファイルシステムの中から、ボリュームを作成するという流れになります。ボリューム名は、セラ VOL1 としています。最後は NEXT Cloud の構築についてです。NEXT Cloud と必要なミドルウェアをマニュアルやインターネット上の文献を参考いただきインストールします。これは Linux の一般的知識をお持ちであれば特に違和感なくインストールを終了できると思います。次に Amazon FSx for NetApp ONTAP のボリューム、スラボル1を NFS マウントします。マウントポイントはスラ FSX としています。次に NEXT Cloud 管理画面アクセスし、マウントポイントスラ FSX を外部ストレージとして設定します。フォルダ名は FSX としています。こうすることで NEXT Cloud というオンラインストレージのファイル保管先を Amazon FSX for NetApp ONTAP として使用することが可能になります。ここからは価格についてご紹介していきます。IaaS 型、SaaS 型のオンラインストレージの価格についてです。IaaS 型のオンラインストレージは物理的な容量単位の課金を基本としており、Amazon EC2 と Amazon FSX for NetApp ONTAP の2つが少なくとも必要になります。Amazon EC2 は実行ユーザー数で規模を変えていくことで、インスタンスのタイプやインスタンスの数が変わります。また、Amazon FSX for NetApp ONTAP は、必要ユーザー数とユーザー1人当たりに用意する容量を掛け合わせた容量を用意します。これらを AWS が提供するツールを使って試算すると、2つを合計したおよその価格は、毎月で15万円弱からとなり、必要とする容量が多いと毎月100万円以上の構成ともなります。また、SaaS 型はユーザー単位の課金方式が多いため、必要ユーザー数とユーザー1人当たりの費用とを掛け合わせた金額となります。IaaS 型、SaaS 型の価格を基準にした場合の選び方ということで、IaaS 型オンラインストレージが特に選択肢となるのは、ユーザー数が多いが1ユーザーあたりの使用量が少ない場合、価格において非常に有利なのではないかと思います。おおよその基準としては、1ユーザーあたりの使用量が100ギガ以下であれば、価格において IaaS 型オンラインストレージが有力な選択肢となる可能性がありますし、さらにこれに加えて、1ユーザーあたりの使用量が少ないほど IaaS 型オンラインストレージが価格においてより有利になっていくのではないかと思います。最後にまとめとなります。NEXT Cloud と Amazon FSX for NetApp ONTAP を使用する理由として3つ記載しております。まず、ファイルサーバーをクラウドに完結した構成とすることで、サーバーとストレージの運用保守が不要となります。次に、スナップミラーやクラウドシンクのツール、およびネットアップが提供するソリューションにより、オンプレミスからの容易な移行が可能となります。最後に、ユーザーの使用傾向により、既存のオンラインストレージよりもコストの削減が期待可能となります。このように、運用、移行、価格の3つをメリットとして記載いたしました。現在、オンラインストレージをご検討中で、これら3つのメリットのどれか1つでも魅力と感じられるようであれば、NEXT Cloud と Amazon FSX for NetApp ONTAP でのオンラインストレージについてご検討いただければ幸いです。以上で、NEXT Cloud と Amazon FSX for NetApp ONTAP で実現するファイルサーバーについてのご紹介を終了とさせていただきます。ありがとうございました。